何も感じないかもしれないです。大丈夫です。血行が良くなってくると電気流れが悪かったです。はい、だんだん落ちていくと。来ました来ました。このズームで痛いですね。我慢できないくらい。いや痛くないですけど、肩が。動画ですか。今運転免許の話を僕らのオートマ限定を取ってるんです。なぜマニュアルを取らなければならなかったのか。マニュアルじゃないとかっこ悪いみたいな。こっちはね、かっこ悪い味わってマニュアルかっつって俺らは抗って1万円ぐらい安いですよ。だって期間短いよね。そうだっけ、うん、ちょっと期間短いっちゃう。どうですか？いい感じです。今からメンバーでカップが入ります。暑いです。大谷翔平です。ですわ。すごいじゃん。俺がショータイムで。だいぶ身長と肩幅足りん。すべてが足りてない。はい。いただきます。スケッチブックはさっきゆきちゃんが描いてるシーンを撮ってる。だからなんかそれだけが、だからまあその白いのは、はい、終わりました。いただきます。Wow. 未来の向こうへ確かめに行こう。